LLVM, クラングクラングは、プログラミング言語 c、C, C, オブジェクティブ、C, オブジェクティブ、C 向けのコンパイラフロントエンドである。プログラミング言語のほ o p e n ン m p o p e n c l ル、レンダースクリプト c r i p t Cuda, HIP のフレームワークを採用している。フロントエンドとバックエンドに、LLVM コンパイラのインフラを使用しており、LVM2.6 以降は、 LLVM のリリースサイクルに組み込まれている。プロジェクトの目標は GNU コンパイラコレクションを置き換えることのできるコンパイラを提供することである。開発は完全にオープンソースの方法で進められており、Apple や Google ググといった大企業も参加、資金提供している。ソースコードはイリノイ大学 NCASA オープンソースライセンスで提供されている。 バージョン9.0、0からはライセンスが、LLVM 例外付きやパッチライセンス2.0に変更された。クラングは、GNU コンパイラコレクションの代替品として設計されている。Apple、Microsoft、Google、ARM、Sony、Intel、Advanced Micro Devices などが貢献者となっている。ソースコードは、イリノイ大学、NCASA。 オープンソースライセンスで提供されている。バージョン9.0、0からはライセンスが、LLVM 例外付きアパッチライセンス2.0に変更された。MacOS および iOS、並びに f r e e b o o t d において、標準のコンパイラとして採用されている。Clang プロジェクトでは、コンパイラのフロントエンドに加えて、Clang 静的コード解析ツールも開発している。 2005年初頭、アップルは LLVM システムを自社で開発している、様々なシステム内で利用するための作業を開始した。アップルは Objective-C を多用しているため GCC の性能向上に興味を抱いていたが、ほとんど進展が見られず、Objective-C の性能を上げるために GCC をアップル版に分岐させるか。 新しいコンパイラを採用するかの選択を迫られていた。そこでアップルは C99 Objective C, Object C および C をサポートするコンパイラを一から作成した。このクラングプロジェクトは2007年7月にオープンソース化された。LLVM は当初 GCC のフロントエンドを使用することを想定していたが GCC は LLVM の開発者や Apple 社に、いくつかの問題を引き起こすことが判明した。GCC のソースコードは大規模で、開発者が作業するにはやや面倒なシステムである。ある長年の GCC 開発者は、t r y i n i n g 2, Make the h i p p o Dance is Not r e a l l y A Lot of Fun, と述べている。クラングは C をターゲットとした新しいコンパイラで、 LLVM 上で動作することを意図して設計されている。クラングと LLVM の組み合わせによってツールチェーンの大半の機能を提供し GCC スタック全体の置き換えが可能になる。クラングの主要な目標の一つは統合開発環境の GUI と密接に連携したより良い増分コンパイルのサポートである。GCC は古典的なコンパイル、リンク、 マイナスデバッグのサイクルで用いるよう設計されており、増分コンパイルと実行中のコンパイルをサポートしているものの他のツールと統合して使うことは簡単ではない。例えば GCC のコンパイルにはコンパイル全体の中で重要なフォールドという段階があるが、これはコードツリーを元のソースコードと大きく異なる形に変換してしまう。 ホールド中、あるいはその後でエラーが発見されると元のソースの一箇所に対応づけるのは難しい。さらに GCC スタックを ID で使用する場合、コードの色付け表示や自動保管などの機能のためにコードをインデックス化する別のツールが必要になる。クラングはコンパイル中に GCC よりも多くの情報を取得し、得られた情報を 元のコードと同じ形態で保存する。また、クラングによるエラーの報告は、より詳細で、具体的であり IDE などが表示しやすいよう、プログラムで利用できる書式になっている。コンパイラは動作させたままで、ソースコード作品付け、文法のチェックなどのラジアンに関係したその他の機能を実行する。また、コードは常にパース可能なテキストであるので、 クラングが出力する解析技は自動的なリファクタリングをサポートするのに適している。GCC はコンパイル処理にはマルチスレッドを用いていないのでソース一つごとのコンパイルではマルチプロセッサのハードウェアの恩恵を受けられない。一方、クラングはメモリ使用量の削減と速度の向上を目指してコンパイルの処理が最初からマルチスレッド対応で設計されている。 2007年10月の時点で、クラングは、カーボンのライブラリを、メモリとディスクを1、5程度しか使用せずに、GCC の2倍以上の速度で、コンパイルできる。GCC を用いた開発には、困難な点もあるが、その理由については開発者が十分調査を、行ってきた。その結果クラングチームは、GCC の問題を避けて、 より柔軟なシステムを構築できるようになった。クラングはモジュラー化されており、コンパイル時にバイナリに組み込まれてしまうソースコードモジュールではなく、ほぼリンク時に置換できるライブラリーだけに依存しており、しかもよく文章化されている。新しい開発者がクラングを使いこなし、開発に加わるスピードを加速させる。ライブラリーは、 実行時に交換可能な複数のバージョンで提供される場合もあり、例えばパーサーはコンパイルの性能測定の機能を持ったバージョンもある。クラングは名前が示す通り C や C に似た言語の専用のコンパイラであり、C, C, ive, C, ive, C、C、オブジェクティブ、C、オブジェクティブ C、オープンクル、クーダ以外の言語のフロントエンドは提供しない。フォートラン、アダ、ゴーについては、 LLVM は GCC に依存し続ける。クラングは必要に応じてツールチェーン全体には影響を与えず GCC と交換することができる。非公式のサブプロジェクトとして NVIDIA が開発したフラングによりフォートランサポートが追加された。プロジェクトは2018年現在活発に開発が行われている。これまでに C11 C プラス17までの標準規格への準拠を完了し、引き続き C プラス 2A のサポートを目指し開発が行われている。Google が提供する Android 向けの C、C 言語開発キットである Android NDK では、従来 GCC が標準であったが、2012年11月リリースの Revision R8C からクラングが副選択肢として、 追加され、2016年10月リリースのリビジョン R13 ビットからは、クラングが標準となった。2018年9月リリースのリビジョン R18 ビットにて、GCC は削除された。マイクロソフト Windows 上でクラングを使用するには、シグウィンやミンワといった、ポジックス互換のサブシステムを利用する方法のほか、Windows 用 LLVM バイナリを利用する方法も、 ある。ビジュアルスタジオは、バージョン2019以降で、Windows、Linux 用バイナリを生成するメスビルドプロジェクトの C、C コンパイラに、クラングを使用できるようになった。MSVC 互換のクラング CL もある。ありがとうございます。